ホリエモンチャンネル。夏だ海だホリエです。夏だ海だペラダンです。うわうざい。夏だ海だよっちゃんです。夏だアイスマンです。それでは今日の質問です。 C チャンネルの森川さんは縦取りの動画の時代が来ると言っていますが、画像にも縦取りが主流の時代は来るのでしょうか。そうなるとホームページやアプリデザインの縦を意識したものになると思いますが、とはいえ自分では小さなスマホの画面では縦画像は一覧性に乏しいので流行らないのかなとも思います。 EC サイト内の画像デザインをどうするか悩んでいるのでアドバイスいただけると幸いですという質問です。ほら本日のゲストはよっちゃんさんとアイスマンさんです。よろしくお願いします。はい、質問の答えからいきたいと思います、はい、私はこう答えました、主流になるかどうかは分かりませんが独自性を出す上で面白いかもしれません、が iPhone の画面サイズが変わったらトレンドはガラッと変わるからな、はい、ねえでも、うん、縦画面主流なる難しくないですか。いやいやだって自撮りとかは全部縦じゃないですか。縦だよそう、うん、だってあれも縦じゃん。最近のね動画アプリとかね、タクスタとかね。あ、そうなんですか。タクスタ使ったことないの？タクスタこの間ね運転してたんでちょっとわかんないです。もう全画面ですよこれ全画面で。ペリスコープってツイッターがやってる動画もやっぱり縦取りです。じゃああれかな、家のテレビとかもそのうちこうやって回転して縦で見れたりとかするようになるんですかね。なんでこうなるんですかね。いや本当にねなんでこうなるのかちょっとあれなんですけど。なんでこうなるんですかね。いやだからアイスだからでしょ。アイスだからですよね。そうですね。やっぱり凍らせないとね。そろそろアイス行こうか。終わっちゃった。今度さめっちゃ短いですよ。だって一瞬止まっちゃうじゃないですか。一瞬止まっちゃうのが僕ら2秒とかだからダメなんじゃない。もうどうせ1分ぐらい止まる。ああなるほどね。盛り上がっちゃうとね押しちゃうんで。いやだけど本当このサイズってすぐ変わるから。そうだね。これがたまたまさこう縦で押しやすいサイズになってるから縦に。でもほら NintendoDS とか横じゃないですかね。PS ビーターとかも横だし、ゲーム機は横じゃないですか。確かに画面はコロコロ変わりますよね。だからそういうのはなんかね、なんか来たよ。ゴディバだ。ゴディバのホワイトチョコレートピーチ。ホワイトチョコレートピーチ。ちょっとあれですかね、濃厚すぎましたかね、チョイスがね。わあ、これ見てこれ。そう。わあ、さすがゴディバ。これはどこで売ってるんですか。これもセブンイレブンですね。あ、セブンイレブン。はい。ピーチのアイスとピーチのジュレが別で入ってるんですけど、そのピーチのジュレが超濃厚ですね。あ、うまい。アイスマン寺田に決定。アイスマン寺田でいいよ。そう。そろそろ来ますか。はい、ということでアイスマンさん告知します。はい、へそお願いします。いいですか。アイスクリーム博覧会アイパク、こちらですね鹿児島中央駅のアミュープラザ鹿児島で9月15日から20日5日間開催しますので、鹿児島に来た方はぜひお立ち寄りください。はい、そしてですね寺戸駅舞台に出演します。9月30日から10月4日まで、ENG さんの第3回公演関ヶ原で一人という作品に出ます。関ヶ原をモチーフにしたすごいスペクタクルな作品になりますので、はい、ぜひ皆さん来てください。あとせーのでジャンプ CD も発売中なのでよろしくお願いします。はい、どうもありがとうございました。YouTube チャンネルもよろしくね。